アンヘル・ガリード・ガルシアは、スペイン・マドリード出身の政治家。1991年から2019年までは、国民党に所属し、2019年からシウダダノスに所属している。2015年から2019年4月まで、また2019年6月から、マドリード州議会議員を務めている。2018年から2019年まで、マドリード州首相を務めた。 マドリード州議会で演説するガリード1964年4月7日にマドリードに生まれプエンテデバリーカスクにあるオプスデー系列のタハマール学院で学んだ後マドリード工科大学の鉱山工学高等工科学校を卒業した大学卒業後には物流の分野で働いた百九十五年六月十三日にはマドリード州ピント市議会議員に就任し 1999年7月4日までピント市議会議員を務めた。1999年7月4日にはマドリード市議会議員に就任し、2015年6月13日までマドリード市議会議員を務めた。2015年には国民党の立候補者名簿ニ位でマドリード州議会議員選挙に出馬し、6月9日にマドリード州議会議員に就任した。 2016年2月にエスペランス・アギーレが選挙対策委員長を辞任すると、ガリードが公認の委員長に就任した。2017年3月の地方議会議員選挙に勝利した後、クリスティーナ・シフエンテスが委員長を務める国民党マドリード州支部の自治実行委員に選出された。2018年4月25日には、シフエンテスが過去の万引きの発覚により、 マドリード州首相の辞任を発表し、ガリードが公認のマドリード州首相に就任した。2019年4月には国民党を離党して、シューダダノスに入党した。同年5月26日には、マドリード州議会選挙が行われ、ガリードはシューダダノスから出馬して、州議会議員に当選した。同年8月、国民党のイサベルディアス・アジュソが、 ガリードの公認の州首相に就任した。ありがとうございます。